今回はオムライスのおむすびを作ってみました。こんな感じで周りの卵が取れるようになっています。前回作った具材が取り外せるおむすびの真ん中に穴が開いてないバージョンです。普通の三角形のおむすびの作り方で上から順番に編んでいく方法だったり、表と裏で編んで合わせるっていう方法があると思うんですけど、このおむすびの作り方はパーツが1個で作れるのと、厚みが全部一緒なので、周りの海苔とかこの卵の部分がつけやすい、てかつけても取り外し、なんていうのかな、つけても取れにくいような感じになっています。ほとんど編み図的には同じ大きさなんですけど、前回のおむすびよりもちょっと若干小さめです。材料はピッコロの毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は分かりにくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となっていますが、この場合は細編みを3つ、増し目を6回繰り返すということです。目数は 5×6 で30目となります。増減は4段目と比べて6目増えます。ここでちょっと宣伝させてください。このチャンネルのホームページを作ってみました。カテゴリー別や難易度別と毛糸の色別で作品を探せるようにしています。このチャンネルで紹介している作品をすべてまとめてみました。難易度や毛糸の色、編み図など見やすいように作ったので、ぜひ概要欄のリンクから遊びに来てみてください。では作り方の説明をしていきます。まず左手の人差し指に糸を2回巻きつけ、輪を持ちます。針を輪の中に入れて糸を引き出します。もう一度糸を引き出して、立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みをしていきます。1段目は6目細編みを作っていきます。6目編んだら針を外して、編み始めの糸を少し引いて、引っ張られた右側の糸を引きます。もう一度編み始めの糸を引いて輪を閉じます。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は2段目です。立ち上がりの鎖編みを1目編み、
今引き抜いた目にもう一度針を入れて細編みをしていきます。2段目はすべて増し目なので、2つの細編みを入れていきます。編み終わったところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は3段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら細編み増し目の順で6回編んでいきます。18目編み終わったところです。次は4段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだらまず5つ細編みを作っていきます。次は中長編みを3つ同じ目に入れます。かぎ針に糸を引っ掛けて3ループ同時に糸を引き抜きます。これを3つ同じ目に入れていきます。この部分が三角形の角の部分になります。これを3回繰り返していきます。角の、3つ中長編みを入れたところの真ん中の目が、三角形の角の部分になって、その部分に、次の段から3つ中長編みを入れて中長編みを3目入れていくので、マーカーなどで印をつけておくと分かりやすいと思います。中長編みを3つ同じ目に入れて、真ん中の中長編み2つの目にマーカーをしておきます。クリップなどで代用してもいいと思います。今、4段目を編み終わって、5段目の細編み6目編み終わったところです。先ほどマーカーした目に中長編みを同じように3つ入れていきます。中長編みの真ん中の目にマーカーをして印をつけておきます。6、7、8段目とマーカーをしたところに中長編みを3つつけるとこんな感じになります。9段目からは増減なしで細編みを48目編んでいきます。この部分がおにぎりの側面の部分になります。側面の部分を縫い終わったところです。14段目の細編みを9目編んだところになります。今度は、中長編みを3つ、なんて言えばいいのか、編んで編みかけ
この糸を引っ掛けた状態でもう一度糸を引っ掛けて中長編みの途中まで編み、糸を引っ掛けて中長編みの途中まで編んで一気に糸を引き抜きます。先ほど三角形を作るときに中長編みを3つ同じ目に入れたと思うんですけど、それの反対のことをするみたいな感じです。穴が開いているおむすびの場合はパーツを2つ作ったんですけど、このやり方でもできるなと思って今回は角の3つの中長編みは一気に編むことでパーツを1つに減らしてみました。ちょっと言ってることが伝わってなかったらすいません。編み図というかこの記号も合ってるのかよくわかりません。この角のマーカーをつけたところの1個前の目から中長編みの途中までを一気に3つ編んでしまいます。これで一気に糸を引き抜きます。で次の細編みはちょっと緩むので糸を引っ張って緩まないようにしてください。こんな感じで三角形の角の部分を中長編みを一気に編むことでこんな感じで閉じていきます。バターも閉じる前に入れておきます。綺麗な三角形を出すために結構バターはギュンギュンにいっぱい入れておくといいと思います。たくさん入れても形は崩れないのでしっかりめに入れてください。こんな感じで綿がしっかり入りました。今18段目の最後のところです。1目目に針を入れてかぎ針を入れて糸を引き抜きます。次は19段目です。立ち上がりの鎖編みを1目編み、細編み、減らし目の順で編んでいきます。減らし目は手前半目に針を入れたら次の目の半目にも針を入れて糸を引き抜き、もう一度糸を引き抜きます。こんな感じで19段目は細編み、減らし目の順で6回編み、20段目はすべて減らし目で6目編んでいきます。20段目で6目編み終わったところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜いたら糸を10センチほど残して切ります。輪を引き抜いてとじ針に糸を通します。
最後の段の手前半目に糸を通していきます。本当は6目あるんですけど、私はなぜか5目しかなかったです。まあ閉じれば大丈夫です。6目通したら糸を引っ張って穴を塞ぎ、真ん中に針を入れて適当なところに出します。玉結びをして玉を中に入れます。針を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。編み地を何度か突き刺して糸を中に入れたら、余分な糸を切って編み地を揉んで糸を中に入れたら完成です。結構かわいい三角形の形になりました。次は具材の部分を刺繍していきます。表と裏に黄緑色でグリーンピース、黄色でトウモロコシ、ピンク色でハムを刺繍してみました。玉結びを作ったら適当なところに刺して糸を引っ張って玉を中に入れます。こんな感じで適当に刺繍をして、さっきの3つの具材を作っていきます。具材同士で形とか大きさを変えると可愛くなりました。グリーンピースのグリーンピースはちょっと大きめに作って、コーンはちょっと小さめに作って、ハムは結構四角くなるように刺繍してみると結構可愛くなりました。全部同じ大きさよりもちょっと形を変えると本物っぽくて可愛くなると思います。糸はちょっと短めだったので、この表と裏を別々に刺繍したんですけど、1メートルは長いかな、ちょっと長めに切っておいて表と裏一緒に刺繍すると、毎回玉結びで留めなくていいので楽かなと思います。刺繍できたら、適当なところに糸を出して玉結びをします。針を出したところに、もう一度針を入れて引っ張って玉を中に入れます。余分な糸は切ります。ハムを刺繍したのがこんな感じになります。だいたい3つか2つずつぐらい刺繍しました。次は卵の周りの部分を作っていきます。左手に糸を持ったら針を当てて回転させ糸を引き抜きます。この次の目からが1目目となり、50目鎖編みをします。
の50目の50の数は、編んだ編み方とかによってそれぞれ大きさが異なってくると思うので、だいたい50目ぐらい編んだらこのおむすびの周りとちょっと当てて少しきつめになるぐらいの目数に調整してから、作ってみてください。45から55目ぐらいの間で調整してください。輪がねじらないようにして1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、今引き抜いた目にもう一度針を入れて細編みを作っていきます。増減なしで50目細編みを作っていきます。私は鎖編みの上の半目のみを拾って、細編みをしていきました。8段目までは増減なしで同じように50目編んでいきます。今2段目の50目目を編んだところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目編みと同じように50目、細編みを編んでいきます。最後50目編んだところです。今50目編んだところです。1目目の頭に針は入れずにそのまま、糸を10センチほど残して切ります。輪を引き抜いてとじ針に糸を通します。1目目の頭に手前から針を刺します。最後の目の向こう半目に針を刺して他の目と同じ大きさになるように糸を引きます。編み地の裏に4から5目ほどくぐらせて糸を切ります。編み始めの糸も同じように近くの裏の編み地に4から5目ほど糸を通してしまっておきます。余分な糸を切ったら完成です。おむすびにつけたら、オムライスのおむすびの完成です。結構形も可愛くて綺麗で可愛いのでぜひ作ってみてください。色を変えたら炊き込みご飯とかにもなると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。